日よけ虫、日よけ虫、日日虫、及び日よけ虫類は、ハサミカクアモン、蜘蛛型綱の日よけ虫目、ソリフゲイに所属する節足動物の総称。主に熱帯の乾燥気候の場所に分布し、巨大なハサミのような、ハサミ角を持つ活発な捕食者である。同じく雲蛛型類に属する蜘らしい姿を持っているが、雲ではなく、自ら独自の目を構成したグループである。 選手以上に及ぶ大きな分類群であるにもかかわらず、日よけ虫に関する研究は少なく、その系統分類、形態学、及び生態学は未だに不明点が多い。日よけ虫は、地域によって様々な通称を持つ動物である。和名、日よけ虫、日日ム虫と、学名、ソリフゲイ、太陽から逃げるものは、日当たりを避け、 巣穴や日当たりのない場所に身を隠す習性に由来する。英語ではそのコブのように盛り上がる全体部から、キャメルスパイダー、ラクダの雲素早い動きから、ウィンドスコーピオンや、ウィンドスパイダー、風のサソリ、雲、中高性の種類は、サンスポイダー、太陽の雲、サンディエゴのスペイン人による、アラナズ、デルソルに由来する。他にも、レッドローマンなどの故障がある。なお、 これらのほとんどが、スパイダー、クモと、スコーピオン、サソリという別のクモ型類の名称を含むため、誤解を招きやすい。南アフリカでは、女性の髪に引き寄せられるという噂からハースキルダー、髪を切るもの、古代ギリシアでは十本脚、正確には二本のフレッシュと八本の足のような外見から、ファイアルファーラムダニューガンマヨタニュー、フェイランガン、死骨、を意味すると呼ばれ、 他にも第一次世界大戦による北部アフリカの中東軍からジェリマンダーやジェリモングレムと呼ばれる。体長は数ミリメートルから10センチメートルまで達し、陸生接足動物にしては大型種を含む。多くの種は体長5センチメートル前後で、最大のものは付属種を含めて12から15センチメートルとなる。ハサミ角類にしては例外的に 分節のある前体、巨大な、ハサミ角と発達な器官を持つ。他のクモ型類と同様に八方に足であるが、フレッシュは、ワ足のように発達しているため、足が十本あると誤解されやすい。全身に、もう、合毛が生えた動物であり、体色は、多くの種類では浅い黄色や、クリーム色であるが、赤、黒、白などの色の組み合わせを持つ派手な種類もある。 他のクモ型類から明確に区別できる日よけ虫の固有派生形質は巨大なハサミ角の他にフレッシュの吸盤、後ろ足のラケット機関、オスのハサミ角に備えた弁網などが挙げられる。多くのハサミ角類とは異なり、前からだ、頭胸部は部分的に分節し、背校は三つの外骨格、ペルティディアムに分かれる。ハサミ角、フレッシュと第一から二脚。 1> 第1から4大切に対応する前半部、プリペルティディアムは大きく膨らみ、前端中心に1体の単眼を持ち、視力は発達している。後半部の2つのセイタ、メセペルティディアム、メタペルティディアムは、それぞれ、第3から4脚、第5、6大切に対応している。この特徴は、小寄虫に似通っている。日よけ虫の最大の特徴は、前体の前端から、 前向きに突き出した巨大な、ハサミ角である。二節によって構成され、背面は、不動子、覆面は、上下に動く可動指があり、ハサミになっている。内側に歯が並んで、強い噛む力を持ち、独占はない。十本足のように見えるが、他の雲型類と同じく実際は八方に足で、最初の一体は、足ではなく、触手である。触手は、不足のように発達し、 先端には収納可能な吸盤、サクトリエルオーガンがある。第一脚は細短く歩行に用いられず、補助的な感覚器官となる。残り三体は歩行用で、第四脚が最も発達しており、その基部の下面には三体ないし五体のラケット器官、マリアリー、ラッケットオーゲンスと呼ばれる小さな線上の構造が並んでいる。この構造に関する役割は不明確であるが、 感覚に関わると考えられる。また、一般の蜘蛛がたるいとは異なり、不足に膝節はなく、第三、四つ足の天節と桃節はさらに二節に細分される。節の節数は分類群によって異なり、とかの重要な同定形質の一つとされる。また、第二から三歩脚の元節の間は一体の気門が開いている。あと体、腹部は楕円型で柔らかい。 外見上からは十説に見えるが、実際には十一説があり、第一説は、対価的である。第二説の副則は、縦割れの生殖口外を持ち、中心は生殖口が開く。その次の、第三から四説は、それぞれの公園中心に一体の鬼門が開く。なお、第五説に一体ないし一個の鬼門をも加えた種類も、ある。性的二なりで、 メスは丈夫な体型を持つのに対して、オスは細身で、足は長く、ラケット器官は発達し、ハサミ角はやや貧弱で不動エビに、弁ウ、フレジェリムと呼ばれる構造体を持つ。オスの弁ウとメスの生殖郊外の構造は、種によって異なり、同定形質として重要視される。日よけ虫の呼吸器官は、雲型類には他に例がないほどよく発達した。 気管系である。腹足に前第1体と後体2から3体の気紋を持ち、気管は全身を貫通し、足とフレッシュにも及ぶ。それを接続する数体の機能はハサミ角に集約している。このような配置は巨大で力強いハサミ角の重さを減少し、そのガス交換の効率を上げた特徴であると思われる。主に砂漠などの乾燥地に生息しており、 乾燥体の生態系における重要な肉食動物である。多くの種類は夜行性であるが、中行性の種類もいくつかある。足は速く、最速のものはおよそ時速1 6トルまで達する。砂を掘って休憩場所を作る習性を持ち、朽木や歴の下にいることが多い。1日のうちの活動をしない、時間、夜行性の種類は、日中、中行性の種類は、 夜遅くで過ごす。中高生の種類の中で、あと、体を立てて、体温調節をするものが知られる。詳細の生態は、いくつかの種類のみが記載される。素早く走る活発な捕食者であり、主に昆虫、蜘蛛、サソリなど他の節足動物を捕食するが、時には、友食いもし、特に大型種では、トカゲやネズミなどの小型の脊椎動物も捕食できる。 徘徊しながらフレシを振り回って、周りを感知し、先端の吸盤で平滑な表面や獲物をつかみ、強力なハサミ角によって獲物の外皮や肉を食いちぎる。その過程であと体が伸縮し、ハサミ角は左右相互に動きながら獲物の体液を口へ運ぶ。生体は自発的に徘徊しながら獲物を探し、妖精は待ち伏せを通じて獲物を取るという同一種類が、 成長段階の違いによって異なった捕食行動を取るものも知られる。一方、日よけ虫は無毒で体も柔らかく、他の肉食動物に狙われやすい。同じ生息地の哺乳類や蝶類などの大型脊椎動物の糞から日よけ虫のハサミ角の残骸が多く見られ、特に中高性の種類は蝶類によく取られる。日よけ虫の配則に向かった中目と敏感な視力は、 その天敵への警戒のためであると思われる。上述の雲やサソリなどから逆に捕食されることもあり、中でも地面にトンネルを作るアシダカグモの一種は、何かのメカニズムを通じて、日よけ虫の一種メトスサルプーがピカタのオスを誘惑し、自らの穴に同種のメスがいると勘違いさせて捕食することが記載される。刺激を受けると、触手を高く上げ、ハサミ角を開き、あと、 体を立てる動作をすることがある。これはサソリに擬態する威嚇姿勢と考えられている。それでも相手が諦めない場合は、ハサミ角で噛みついて自衛する。ハサミ角を擦り合わせ、音を出して威嚇する種も知られる。ソルプジェデイカに属し、ナミビアに生息するヒヨケムシの一種は、黒い体に白い背中を持つ。これは黒い体と白い前肢を持つ一部の。 アニマックレス族とステナコラ族のゴミ虫ダマシカーのカブトムシに対する特徴であると思われる。擬態モデルとして、イランに生息するツノメクサリヘビ族のヘビスドスレイスツアーラクノワズは、尻尾の先端で日よけ虫の腹部と足に擬態し、それを使って蝶類を誘惑して捕食する攻撃擬態。食は多くのクモ型類と同様、真の交尾は行わず、製方。 精査やの受け渡しを通じて行う、交設となる。オスがメスに触れれば、メスは動かない状態に入り、オスはハサミ角を用いて排出した製法を掴んで、メスの生殖口へ受け渡す。ただし、エレモバチダイカの日よけ虫は、例外的に、オスは生殖口から製法を、直接的にメスの生殖口へ渡す。交設直前で、オスはハサミ角を用いて、 メスの腹部を噛んでマッサージする行動も多く見られる。相手を傷つけないように、オスのハサミ角の内歯は相対的に貧弱であったと思われる。一部の種による飼育下の観察では、配偶行動が失敗し、及び交雪終了後のオスがメスに食べられてしまうことが高頻度発生するが、自然環境ではほとんどが無事に逃げ出すことができる。また、メスがハンドリングなど、 人為的な刺激を受けて、降雪過程のような、動かない状態に入ることもある。オスの弁毛の降雪における役割は明らかになって、いないが、降雪の頃、オスが弁毛を、メスの生殖口に差し込んでおり、そして降雪後はハサミ角を砂に潜んで見繕う、行動が観察される。産卵を迎えると、メスは深く、穴を掘って、卵を産む。 卵の数は種によって五十から二百までとなる。卵の世話をする習性を持つメスは卵を保護する。間に捕食はしないため、産卵の前には大量の餌を取る。幼生は九から十霊気を通じて生態になる。一生の寿命は一年以下。オスの方が短命と思われ、生活感は一年周期と考えられる。オセアニアを除き、砂漠などの乾燥した地方を中心として、 世界の熱帯から熱帯にかけて分布する。日本には分布しない。多くの蜘蛛型類と同様、日よけ虫の蜘蛛型類における系統的位置は明らかになっていない。1990年代前後の多くの形態に基づいた研究では、日よけ虫はカニムシに最も近縁、共にハプラニーマタを構成するであると考えられた。しかしこれは、 多くの分子系統学的情報に支持されず、不安定であるものの、代わりにクツコムシや、胸板ニ類、アコリフォームズとの類縁関係を示唆する果てが出ている。化石症も含め、三科か五十三属千百種以上の日よけ虫が記載されている。雲型綱の中で、日よけ虫目は六番目に多様化した目である。以下は、基地の十三科について記述する。 表記した武士、足の終端の不死単位数は、第1脚から第4脚までの武士の不死数である。日よけ虫は、化石に保存しにくく、化石種の発見例は、非常に稀である。およそ3億3000万年前、古生代石炭機三十匹まで遡る、シュナイダー・アクニー・サガニーという正体が、明らかになっていない雲型類の化石は、日よけ虫らしい形質を持ち、 おそらく基盤的な日よけ虫であると考えられる。明らかに日よけ虫である最古の化石種は、およそ3億500万年前、古生大石炭紀ペンシルベニア紀まで遡る一か一、属のプラサルプガーカーベネリアである。ほとんどが乾燥帯に生息する原生、日よけ虫とは異なり、この化石種は沼地の多い森林に生息していたと考えられる。 口述の白亜紀のクシンやエレンバーガーも似通っており、森林に生息していたと推測される。他にも、化石の保存状態が、例外的に良好なくなったサルプーがワンダーライチ、およそ1億1500万年前、白亜紀、スロー海でイカが知られる。琥珀に保存された化石、日よけ虫もあり、イカの種が挙げられる。過剰に刺激され、ハサミ角で噛みついて防御する場合は、 人間の皮膚を貫通できるほどの力強い大型種も存在するが、日よけ虫は無毒で、人間を自発的に襲うことはなく、基本的には無害の動物である。人間の日常とはさほど関わりのない動物であるが、クモやサソリなどと同じく、様々な都市伝説や噂にちなんで過剰に誤解される、一生ものである。その奇妙な姿から、猛毒を持つ、ラクダを食うなど、 不正確な情報や根拠のない噂が原産地やネットなどで誇張されて伝えられた。石の裏返しなどの経由を通じて日当たりにさらすとすぐ影のある場所へ向かって走り、そこで近くの人の影に向かう場合は人を追いかかると誤解されてしまうこともある。紛らわしい英語名に加えてクモ、スパイダーやサソリ、スコーピオンと誤って紹介されることも多い。 稀にペットとして流通するが、不明点の多い生態により確立した飼育方法はなく、人工飼育に不向きとされる。インド産のラゴズニグロシンクタスという種に関しては、上皮船に毒があるとの報告が、インド人の研究者らによって1978年になされている。それによれば、この種の上皮船から抽出した毒を、 トカゲ類に注入したところ、10匹のうち7匹が麻痺したとされる。しかし他の日よけ虫からは、そのような上皮線は見つかっておらず、この種についての追試も行われていない。またもし上皮線に毒があるとしても、その毒を彼らがどのように用いるのかも不明である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。